さてっと、時間も時間だし、食事作りといきますか。よいしょ。慣れてるからね。なんかそうまじまじと見られて褒められるのくすぐったい。あ、そこにいると危ないよ。結構火の勢い強いから。今日はね、カレー作るつもり。やっぱキャンプって言ったらカレーでしょ。こればっかは一人キャンプだとできないんだよね。一人分のカレー作るのって結構難しくてさ。それにしても、混んでないとは思ってたけど、ガラガラだね。いくらシーズンオフだからって、連休中なんだからもう少し混んでると思ったけど、あっちに家族連れ、で、あとはもう一グループしかいないんだね。おっと、今のうちに野菜切っておこうかな。あ、やっといてくれるの？じゃあお願い。なんじゃ、俺はこっちで米でも、もうさっきから感心しすぎ。あのね、俺ももう成人過ぎちゃってるわけよ。米ぐらい普通に研げるから。ま、それもしょうがないか。俺と一緒に遊んでたのってもう何年も前だったもんね。なんかさ、あの頃って異性と遊ぶのが恥ずかしくって結局疎遠になっちゃったけど、なんか変な感じ。もっとぎこちない関係になるかと思ったけど、すぐにあの頃みたいに話せるようになるんだね。で、ちょっと、なんで人参そんなに細かく刻んでるわけ？鍋に入れたら溶けちゃうでしょ？は？俺が人参嫌いだったのなんて子供の時の話。今はもう食べられるって。っていうか、そういうことを覚えててくれたんだ。そっか、ありがとう。ああ、そろそろ火いい感じかな。じゃあ野菜炒めておいて。おお、手際いいね。さすが一人暮らし歴長いだけある。ああ、彼氏とかにも作ってあげてたりするわけ？ちょっと睨むのやめてよ。無言の圧力怖い。いないんだ。だから怒らないでってば。彼氏いるか聞いただけでしょ。でもなんか意外だって、すっかり大人のお姉さんになっちゃってるからさ。そうやって綺麗になったのも彼氏のおかげなのかなと思って。だから睨まないでってば。ほら、俺も彼女いないし。一緒一緒。むしろ彼氏いなくてラッキーぐらいに思えるんだけれど。だ、お米もこれで大丈夫かな。うん、野菜もそろそろ煮込み始めようか。にしても、なんでそんなにキャンプ行きたかったの？